和也氏とフリーマンさんが同じ題材である太陽光や小泉さんについて動画を出されていたので見比べました。今回は勝敗とかじゃないんですが感想を述べたいと思います。まずは和也氏の動画から。小泉進次郎環境大臣、住宅の太陽光義務化視野と訴え、そりゃ握手だろアリンコ。住宅への太陽光パネル設置義務化を視野に入れて考えるべきだとしているんですが、やめてくださいよ。太陽光パネルを住宅に設置するとなると、もちろん規模によっても違ってきますけども、工事合わせてやっぱり3桁万円になってしまいますよね。日本は災害国家ですし、地震だって台風だっていつ来るかわかりません。太陽光パネル設置することで屋根を傷める可能性もありますし、メンテナンス費をさらにこれやめるとなっても撤去費用までかかってきます。一方で固定価格買取制度があるので、発電した電気ってのは売ることもできるわけですよね。これで家の電気代を節約したりだとか売電してね。ただ考えても費用対効果的にそこまでいいものではないのかなと。とのことです。費用対効果的にそこまでいいものではないと和也氏はおっしゃっていますが、私は別の見解です。民主党政権時代に太陽光メーカーさんから聞いたのは、太陽光パネルは10キロ以上だと10年固定額で買い取りされるのでお得、10年の売電でパネル代、施工代は回収できる、10年に1回程度コンデンサーのメンテで15万程度かかる、15万かかっても回収できる、売電で水道光熱費程度は稼げるといった話でした。知り合いの実際に建てた人は概ね嘘じゃなかったと聞いています。設置した人は今のところコスパがいいと感じているようです。ただこれは売電していない人が別料金を払って太陽光発電をした方の買取を支えています。設置した者勝ちで設置していない人が負担している面は問題があると感じています。またみんなが設置したら電気会社の買取価格が下がり、太陽光を設置した人は資金回収できるというモデルは崩れるんじゃないかなと感じました。技術革新というのも今後あるでしょう。一番期待されるのは蓄電池ですよね。安価で大容量なものができてきたら確かにゲームチェンジャーになるかもしれない。蓄電池があれば昼充電して夜使うみたいな、そういうゲートもできるわけですよ。まあこれも現状難しいですよね。とのことです。フリーマン×カズヤ、コラムニスト伊是名夏子氏のブログ、 JR で車椅子は乗車拒否されてましたでも指摘しましたが、急に今すぐ手に入らないテクノロジーの話になりました。仮にそういった発明があったら、みんなが電気自給自足になって電気会社が不要になるかもしれませんね。脱炭素で自然エネルギーをってのもわかるんですけど、それなら原発とかもね、もっと議論されてもいいんじゃないでしょうか。それをやらずに太陽光太陽光ばっかりって、そりゃ危ないですよ。とのことです。原発については、私は原発の近くに居住していないので軽々に物を言えない感じがします。要は太陽光をやめて原発再開して電気代を下げろという趣旨だと感じました。誰かを揶揄したりしなかったので悪くない動画だったんじゃないでしょうか。次はフリーマンさんの動画です。日本太陽光発電などで暗いうちに会っていそうな小泉進次郎。どうもフリーマンことハーセガーです。今回ですね、太陽光発電などで暗いうちに会っていそうな小泉進次郎という話です。オチとしてはプラスチック小泉さんはお困りの勢力の使い走りではないかというところなんです。とのことです。暗いうちってなんじゃろと思いながら動画を確認。フリーマンさんの動画の説明欄にチャプターがありましたが、0分で今回のお題とオチ、20秒から小泉大臣に様々なニックネームがついた経緯、2分13秒から小泉大臣と太陽光パネルと中国、ここの3分くらいで進次郎氏のモノマネがあります。7分18秒からまとめオチと進んでいきます。世界経済フォーラムとビル・ゲイツ氏のつながりは非常に深いし、中国関係ともつながります。その2つのアカウントをフォローしているプラさんを見ていると、その人にふさわしくない地位につけて自滅させるという暗い打ちをさせているのかなと思ってしまいます。とのことです。社会でもなんでこの人が出世してるの?と思うことがあります。
そういった人の下につくと、わけのわからない指示に振り回されて、モチベが下がることもしばしばです。そういった方が問題を起こし、責任転嫁ができなかったとき、最終的に悲惨なことになることもありますね。そうか、和也氏はナンバーワンになったから自滅してしまったのか。さすがフリーマンさん、読みが深い。あ、進次郎さんの話でした。健康くんはすぐに和也氏につなげて考える陰謀論者だよね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。